春の地域リーグ女子チャンピオンズリーグで東海地区代表として出場した堺市の丸岡ラックレディースが関西地区代表を2対1で破って全国制覇を果たしました。この大会は全国の地域リーグの代表8チームが日本一をかけて争う年齢制限なしの大会で、丸岡ラックレディースは初めての優勝です。先制された後同点に追いついて逆転での優勝、感動的だったでしょうね。